かりました。派遣の契約はできましたのでご確認を。では今からあなたのために。え、私のサインはないですか？確認しますね。名前はカンウです。これでいいですね。ところで仕事内容は何でしょうか？穏やかな雰囲気とても好きです。芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえてきます。仕事がまだ終わってません。休んでいいのでしょうか？わかりました。派遣の契約はできましたのでご確認を。飛雲商会が栽培した芸商花には十分な露が必要ですが、脇交通の方たちは雨の後のぬかるんでいる参道が嫌い。庭で雨の音を聞くのが好きですが、少し贅沢すぎますね。空気が綺麗ですね。ルリユリの匂いいいですね。私の仕事は帝君との契約に従い、リーユへの数多くの命に最大限の幸せをもたらすことです。今日の仕事が予定より早く終わりました。残業？承知しました。頑張ります。人間の話をもっと理解したい。特に人間に対するあなたの考え方と評価を知りたいです。だってあなたはテイワット大陸の普通の人間と違いますから。それに私もぜひ私といろいろ交流してほしいです。私の仕事ぶりに関してあなたの評価を知りたいです。普通の宝箱レベルか、それとも豪華な宝箱レベルか。大丈夫です。私はどんな評価でも耐えられます。千の権力には千の責任が伴う。古今を見渡す視野があるのに自身の生活を諦めざるを得なかった帝君こそがリーユエで最も大変な方でしょう。帝君と比べて普通の神の目を持ち、普通の責任を背負うことしかできない私はかなり楽ですよ。万の商人が訪れ、千の船が往来し、百の品々が現れ、世の中の宝がここに集まる。と人々はそうリーユエを称賛しましたが、この壮大な景色があるのは、人々の努力の賜物です。私もこの繁栄に恥じないように、働かなければなりません。リーユエのワンちゃんたちには名前をつけました。でも一部のワンちゃんは違う名前で呼んでも反応するんです。私は誰かに違う名前で呼ばれてもきっと反応できません。ワンちゃんたちはすごいですね。
精神の花弁は美味しいです。格別に美味しいです。美味しすぎるからこそ緑境内で栽培したくないのです。いつか我慢できなくなってしまったら。苦い？でもそれが精神の味ですよ。テイ君のことは絶対的に信頼しています。あの時テイ君の統率があったからこそ私たちは魔物を撃退し怪獣を降伏させ皆さんの安全を守ることができました。テイ君が人々を守る姿、そして千年に及ぶ誠意、私は忘れたりしません。テイ君の決定はいつだってリーユへのあまたの命に幸せをもたらします。それに私は敬服し、そしていつかテイ君のようになりたいと思ったのです。でもテイ君の歩みを追いかけようとすると緊張でミスすることがたまにあります。臨時の仕事ですか？あ、詳細は言わなくても大丈夫です。要求を書いてここに置いておいてください。関羽のことをもっと知りたい？何この仕事。そんなの対応したことありません。昨年末の仕事の報告の暗証はどうですか？ダメですか？考えました。仕事ですから仕事の対応するのに恥ずかしく感じる必要はありません。え？この髪飾り？実は角です。私には先住キリンの血が流れています。ではこの秘密保持契約書にサインしてください。他言無用です。先住の末裔でありながら私には人間の血も流れています。この数年間リーユエコーの人間の暮らしにちゃんと溶け込んだかどうか分かりません。多分私は地面に入る草スライムのように自分をデータや報告表に埋めて逃げているのでしょう。話し相手になってくれてありがとうございます。十数年間口にしなかったことまで話したような気がします。こうして鍛え続けたらいつか秘書以外の仕事もできるのでしょうか。100年以上の時間をかけたらきっと重大なミスはしないはずです。趣味ですか？そうですね、仕事でしょうか。ん？仕事以外で？それはどうしてですか？趣味はしたいこと、すると嬉しくなることですよね。趣味が仕事のどこが問題ですか？どうして人々は自分の存在は他人より価値があると証明したがるのでしょう。存在していること自体素晴らしいことなのに。そうですよね。古書で
キリンが戦えば日の光なしという文章を見ました。そんな大げさなことはありません。でも戦う必要がありましたら私は全力を出してあなたのために戦います。まだ終わっていない仕事がございましたら私にお任せください。はい、ここはとても美しい場所だと思います。こんな広い場所に物を配置するのは容易なことではありません。お疲れ様でした。暇があるときに屋外で静かに散歩するのがお気に入りです。それにここは昼休みに昼寝をしたとしてもとても安全な場所です。はい、ですのでますますここを好きになりました。とにかくそのありがとうございます。ただし仕事以外のことについてはあまり実用的な意見を出せないかもしれません。わかりました。そういえば私は以前人間社会に溶け込むことについて悩んでいました。さらに仕事が忙しくないときは仕事仲間とのお付き合いにも積極的に参加していました。しかし菜食主義者である私の好みは皆様と違いますし買い物や遊びにもあまり興味がありません。そのことを指摘されたこともあります。私の考え方が一般人と違うと。私の習慣はこの千年の間ずっと変わっていません。ですのでどうすればいいのかわからないのです。本当にいいのですか？では追加の報酬を払うべきですね。ご飯をご馳走するなどいかがでしょう。はい、勉強になりました。一緒に花を植えたいです。もしくは他の植物、例えば野菜など。はい、仕事以外では一番の趣味と言っても過言ではありません。しかし自分の食欲を抑えきれずに育てた野菜を全部食べてしまわないか心配で今まで野菜には手を出せずにいました。しかしあなたと一緒に育てた野菜ならきっと自分を制御できると思います。いいえ、いけません。その太ってしまいます。それに太ってしまったら私の重みが、その体重の方ではなくあなたの私に対する気持ちの重みが変わってしまいます。では一緒に育てて一緒に食べましょう。はい、それでは一番適した種を探してまいりますね。遠出されるのでしょうか？今日私は特に仕事がございません。ですので臨時の仕事でも依頼でも何でもお引き受けできます。帝君のご加護と良い夢が訪れますように。わかりました。派遣の契約はできましたのでご確認を。では今からあなたのために。え、私のサインがないですか？確認しますね。名前はカンウです。これでいいですね。ところで仕事内容は何でしょうか？
やかな雰囲気、とても好きです。芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえてきます。仕事がまだ終わってません。休んでいいのでしょうか。わかりました。派遣の契約はできましたのでご確認を。わかりました。派遣の契約はできましたのでご確認を。では今からあなたのために。え、私のサインがないですか。確認しますね。名前はカンウです。これでいいですね。ところで仕事内容は何でしょうか。穏やかな雰囲気、とても好きです。芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえてきます。仕事がまだ終わってません。休んでいいのでしょうか。わかりました。派遣の契約はできましたのでご確認を。飛雲商会が栽培した芸商花には十分な露が必要ですが、脇交通の方たちは雨の後のぬかるんでいる参道が嫌い。庭で雨の音を聞くのが好きですが、少し贅沢すぎますね。空気が綺麗ですね。ルリユリの匂い、いいですね。私の仕事は、帝君との契約に従い、リーユへの数多くの命に最大限の幸せをもたらすことです。今日の仕事が予定より早く終わりました。残業？承知しました。頑張ります。人間の話をもっと理解したい。特に人間に対するあなたの考え方と評価を知りたいです。だってあなたはテイワット大陸の普通の人間と違いますから。それに私もぜひ私といろいろ交流してほしいです。私の仕事ぶりに関してあなたの評価を知りたいです。普通の宝箱レベルか、それとも豪華な宝箱レベルか。大丈夫です。私はどんな評価でも耐えられます。千の権力には千の責任が伴う。古今を見渡す視野があるのに自身の生活を諦めざるを得なかった帝君こそがリーユエで最も大変な方でしょう。帝君と比べて普通の神の目を持ち、普通の責任を背負うことしかできない私は、かなり楽ですよ。万の商人が訪れ、千の船が往来し、百の品々が現れ、世の中の宝がここに集まる。と人々はそう、リーユエを称賛しましたが、
この壮大な景色があるのは人々の努力の賜物です。私もこの繁栄に恥じないように働かなければなりません。リーエイのワンちゃんたちには名前をつけました。でも一部のワンちゃんは違う名前で呼んでも反応するんです。私は誰かに違う名前で呼ばれてもきっと反応できません。ワンちゃんたちはすごいですね。精神の花弁は美味しいです。格別に美味しいです。美味しすぎるからこそ緑境内で栽培したくないのです。いつか我慢できなくなってしまったら。苦い？でもそれが精神の味ですよ。テイ君のことは絶対的に信頼しています。あの時テイ君の統率があったからこそ私たちは魔物を撃退し怪獣を降伏させ皆さんの安全を守ることができました。テイ君が人々を守る姿、そして千年に及ぶ誠意、私は忘れたりしません。テイ君の決定はいつだってリーユへのあまたの命に幸せをもたらします。それに私は敬服し、そしていつかテイ君のようになりたいと思ったのです。でもテイ君の歩みを追いかけようとすると緊張でミスすることがたまにあります。臨時の仕事ですか？あ、詳細は言わなくても大丈夫です。要求を書いてここに置いておいてください。関羽のことをもっと知りたい？何この仕事？そんなの対応したことありません。昨年末の仕事の報告の暗証はどうですか？え、ダメですか？考えました。仕事ですから、仕事の対応するのに恥ずかしく感じる必要はありません。え？この髪飾り？実は角です。私には先住キリンの血が流れています。ではこの秘密保持契約書にサインしてください。他言無用です。先住の末裔でありながら私には人間の血も流れています。この数年間リーユエコーの人間の暮らしにちゃんと溶け込んだかどうか分かりません。多分私は地面に入る草スライムのように自分をデータや報告表に埋めて逃げているのでしょう。話し相手になってくれてありがとうございます。十数年間口にしなかったことまで話したような気がします。こうして鍛え続けたらいつか秘書以外の仕事もできるのでしょうか？100年以上の時間をかけたらきっと重大なミスはしないはずです。趣味ですか？そうですね、仕事でしょうか？ん？仕事以外で？それはどうしてですか？
趣味はしたいこと、すると嬉しくなることですよね。趣味が仕事のどこが問題ですか？どうして人々は自分の存在は他人より価値があると証明したがるのでしょう。存在していること自体素晴らしいことなのに。そうですよね。古書で「キリンが戦えば日の光なし」という文章を見ました。そんな大げさなことはありません。でも戦う必要がありましたら、私は全力を出してあなたのために戦います。まだ終わっていない仕事がございましたら私にお任せください。はい、ここはとても美しい場所だと思います。こんな広い場所に物を配置するのは容易なことではありません。お疲れ様でした。暇があるときに屋外で静かに散歩するのがお気に入りです。それにここは昼休みに昼寝をしたとしてもとても安全な場所です。はい、ですのでますますここを好きになりました。とにかくそのありがとうございます。ただし仕事以外のことについてはあまり実用的な意見を出せないかもしれません。わかりました。そういえば私は以前人間社会に溶け込むことについて悩んでいました。さらに仕事が忙しくないときは仕事仲間とのお付き合いにも積極的に参加していました。しかし菜食主義者である私の好みは皆様と違いますし、買い物や遊びにもあまり興味がありません。そのことを指摘されたこともあります。私の考え方が一般人と違うと。私の習慣はこの千年の間ずっと変わっていません。ですのでどうすればいいのかわからないのです。本当にいいのですか？では追加の報酬を払うべきですね。ご飯をご馳走するなどいかがでしょう。はい、勉強になりました。一緒に花を植えたいです。もしくは他の植物、例えば野菜など。はい、仕事以外では一番の趣味と言っても過言ではありません。しかし自分の食欲を抑えきれずに育てた野菜を全部食べてしまわないか心配で、今まで野菜には手を出せずにいました。しかしあなたと一緒に育てた野菜ならきっと自分を制御できると思います。いいえ、いけません。その太ってしまいます。それに太ってしまったら私の重みが、その体重の方ではなく、あなたの私に対する気持ちの重みが変わってしまいます。では一緒に育てて一緒に食べましょう。はい、それでは一番適した種を探してまいりますね。遠出されるのでしょうか？今日私は特に仕事がございません。ですので臨時の仕事でも依頼でも何でもお引き受けできます。定
君のご加護と良い夢が訪れますように。わかりました。派遣の契約はできましたのでご確認を。では今からあなたのために。え？私のサインがないですか？確認しますね。名前はカンウです。これでいいですね。ところで仕事内容は何でしょうか？穏やかな雰囲気とても好きです。芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえてきます。仕事がまだ終わってません。休んでいいのでしょうか？わかりました。派遣の契約はできましたのでご確認を。わかりました。派遣の契約はできましたのでご確認を。では今からあなたのために。私のサインがないですか？確認しますね。名前はカンウです。これでいいですね。ところで仕事内容は何でしょうか？穏やかな雰囲気とても好きです。芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえてきます。仕事がまだ終わってません。休んでいいのでしょうか？わかりました。派遣の契約はできましたのでご確認を。飛雲商会が栽培した芸商花には十分な露が必要ですが、脇交通の方たちは雨の後のぬかるんでいる参道が嫌い。庭で雨の音を聞くのが好きですが、少し贅沢すぎますね。空気が綺麗ですね。ルリユリの匂いいいですね。私の仕事は帝君との契約に従い、リーユへの数多くの命に最大限の幸せをもたらすことです。今日の仕事が予定より早く終わりました。残業？承知しました。頑張ります。人間の話をもっと理解したい。特に人間に対するあなたの考え方と評価を知りたいです。だってあなたはテイワット大陸の普通の人間と違いますから。それに私もぜひ私といろいろ交流してほしいです。私の仕事ぶりに関してあなたの評価を知りたいです。普通の宝箱レベルか、それとも豪華な宝箱レベルか。大丈夫です。私はどんな評価でも耐えられます。千の権力には千の責任が伴う。
古今を見渡す視野があるのに、自身の生活を諦めざるを得なかった帝君こそがリーユエで最も大変な方でしょう。帝君と比べて普通の神の目を持ち、普通の責任を背負うことしかできない私はかなり楽ですよ。万の商人が訪れ、千の船が往来し、百の品々が現れ、世の中の宝がここに集まる。と人々はそうリーユエを称賛しましたが、この壮大な景色があるのは、人々の努力の賜物です。私もこの繁栄に恥じないように働かなければなりません。リーユエのワンちゃんたちには名前をつけました。でも一部のワンちゃんは違う名前で呼んでも反応するんです。私は誰かに違う名前で呼ばれてもきっと反応できません。ワンちゃんたちはすごいですね。精神の花弁は美味しいです。格別に美味しいです。美味しすぎるからこそ緑境内で栽培したくないのです。いつか我慢できなくなってしまったら。苦い？でもそれが精神の味ですよ。帝君のことは絶対的に信頼しています。あの時帝君の統率があったからこそ、私たちは魔物を撃退し、怪獣を降伏させ、皆さんの安全を守ることができました。帝君が人々を守る姿、そして千年に及ぶ誠意、私は忘れたりしません。帝君の決定はいつだってリーユエのあまたの命に幸せをもたらします。それに私は敬服し、そしていつか帝君のようになりたいと思ったのです。でも帝君の歩みを追いかけようとすると緊張でミスすることがたまにあります。臨時の仕事ですか？あ、詳細は言わなくても大丈夫です。要求を書いてここに置いておいてください。関羽のことをもっと知りたい？何この仕事？そんなの対応したことありません。昨年末の仕事の報告の暗証はどうですか？ダメですか？考えました。仕事ですから、仕事の対応するのに恥ずかしく感じる必要はありません。え？この髪飾り？実は角です。私には先住キリンの血が流れています。ではこの秘密保持契約書にサインしてください。他言無用です。先住の末裔でありながら、私には人間の血も流れています。この数年間リーユエ校の人間の暮らしにちゃんと溶け込んだかどうか分かりません。多分私は地面に入る草スライムのように自分をデータや報告表に埋めて逃げているのでしょう。話し相手になってくれて
ありがとうございます。十数年間口にしなかったことまで話したような気がします。こうして鍛え続けたら、いつか秘書以外の仕事もできるのでしょうか。100年以上の時間をかけたら、きっと重大なミスはしないはずです。趣味ですか？そうですね。仕事でしょうか。ん？仕事以外で？それはどうしてですか？趣味はしたいこと、すると嬉しくなることですよね。趣味が仕事のどこが問題ですか？どうして人々は自分の存在は他人より価値があると証明したがるのでしょう。存在していること自体、素晴らしいことなのに。そうですよね。古書で、キリンが戦えば日の光なしという文章を見ました。そんな大げさなことはありません。でも、戦う必要がありましたら、私は全力を出して、あなたのために戦います。まだ終わっていない仕事がございましたら、私にお任せください。はい、ここはとても美しい場所だと思います。こんな広い場所に物を配置するのは容易なことではありません。お疲れ様でした。暇があるときに屋外で静かに散歩するのがお気に入りです。それにここは昼休みに昼寝をしたとしてもとても安全な場所です。はい、ですのでますますここを好きになりました。とにかくそのありがとうございます。ただし仕事以外のことについてはあまり実用的な意見を出せないかもしれません。わかりました。そういえば私は以前人間社会に溶け込むことについて悩んでいました。さらに仕事が忙しくないときは仕事仲間とのお付き合いにも積極的に参加していました。しかし菜食主義者である私の好みは皆様と違いますし、買い物や遊びにもあまり興味がありません。そのことを指摘されたこともあります。私の考え方が一般人と違うと。私の習慣はこの千年の間ずっと変わっていません。ですのでどうすればいいのかわからないのです。本当にいいのですか？では、追加の報酬を払うべきですね。ご飯をご馳走する、などいかがでしょう。はい、勉強になりました。一緒に花を植えたいです。もしくは他の植物、例えば野菜など。はい、仕事以外では一番の趣味と言っても過言ではありません。しかし自分の食欲を抑えきれずに育てた野菜を全部食べてしまわないか心配で、今まで野菜には手を出せずにいました。しかしあなたと一緒に育てた野菜ならきっと自分を制御できると思います。いいえ、いけません。その太ってしまいます。それに太ってしまったら私の重みが、その大
中の方ではなく、あなたの私に対する気持ちの重みが変わってしまいます。では一緒に育てて一緒に食べましょう。はい、それでは一番適した種を探してまいりますね。遠出されるのでしょうか。今日私は特に仕事がございません。ですので臨時の仕事でも依頼でも何でもお引き受けできます。帝君のご加護と良い夢が訪れますように。わかりました。派遣の契約はできましたのでご確認を。では今からあなたのために。え、私のサインがないですか。確認しますね。名前はカンウです。これでいいですね。ところで仕事内容は何でしょうか。穏やかな雰囲気とても好きです。芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえてきます。仕事がまだ終わってません。休んでいいのでしょうか。わかりました。派遣の契約はできましたのでご確認を。わかりました。派遣の契約はできましたのでご確認を。では今からあなたのために。私のサインがないですか。確認しますね。名前はカンウです。これでいいですね。ところで仕事内容は何でしょうか。穏やかな雰囲気とても好きです。芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえてきます。仕事がまだ終わってません。休んでいいのでしょうか。わかりました。派遣の契約はできましたのでご確認を。飛雲商会が栽培した芸商花には十分な露が必要ですが、脇交通の方たちは雨の後のぬかるんでいる参道が嫌い。庭で雨の音を聞くのが好きですが、少し贅沢すぎますね。空気が綺麗ですね。ルリユリの匂いいいですね。私の仕事は帝君との契約に従い、リーユへの数多くの命に最大限の幸せをもたらすことです。今日の仕事が予定より早く終わりました。残業？承知しました。頑張ります。人間の話をもっと理解したい。特に人間に対するあなたの考え方と評価を知りたいです。だってあなたはテイワット大陸の普通の人間と違いますから。それに私も
ぜひ私といろいろ交流してほしいです。私の仕事ぶりに関してあなたの評価を知りたいです。普通の宝箱レベルか、それとも豪華な宝箱レベルか。大丈夫です。私はどんな評価でも耐えられます。千の権力には千の責任が伴う。古今を見渡す視野があるのに自身の生活を諦めざるを得なかった帝君こそがリーゆえで最も大変な方でしょう。帝君と比べて普通の神の目を持ち普通の責任を背負うことしかできない私はかなり楽ですよ。万の商人が訪れ千の船が往来し百の品々が現れ世の中の宝がここに集まると人々はそうリーユへを称賛しましたが、この壮大な景色があるのは人々の努力の賜物です。私もこの繁栄に恥じないように働かなければなりません。ワンちゃんたちには名前をつけました。でも一部のワンちゃんは違う名前で呼んでも反応するんです。私は誰かに違う名前で呼ばれてもきっと反応できません。ワンちゃんたちはすごいですね。精神の花弁は美味しいです。格別に美味しいです。美味しすぎるからこそ玉境内で栽培したくないのです。いつか我慢できなくなってしまったら。苦い？でもそれが精神の味ですよ。帝君のことは絶対的に信頼しています。あの時帝君の統率があったからこそ私たちは魔物を撃退し怪獣を降伏させ皆さんの安全を守ることができました。帝君が人々を守る姿、そして千年に及ぶ誠意、私は忘れたりしません。帝君の決定はいつだってリーユへのあまたの命に幸せをもたらします。それに私は敬服し、そしていつか帝君のようになりたいと思ったのです。でも帝君の歩みを追いかけようとすると緊張でミスすることがたまにあります。臨時の仕事ですか？詳細は言わなくても大丈夫です。要求を書いてここに置いておいてください。関羽のことをもっと知りたい。何この仕事。そんなの対応したことありません。昨年末の仕事の報告の暗証はどうですか？ダメですか？考えました。仕事ですから仕事の対応するのに恥ずかしく感じる必要はありません。この髪飾り？実は角です。私には先住キリンの血が流れています。ではこの秘密保持契約書に
サインしてください。他言無用です。先住の末裔でありながら、私には人間の血も流れています。この数年間、DU エコーの人間の暮らしにちゃんと溶け込んだかどうか分かりません。多分私は地面に入る草スライムのように、自分をデータや報告表に埋めて逃げているのでしょう。話し相手になってくれてありがとうございます。十数年間口にしなかったことまで話したような気がします。こうして鍛え続けたら、いつか秘書以外の仕事もできるのでしょうか。100年以上の時間をかけたら、きっと重大なミスはしないはずです。趣味ですか？そうですね、仕事でしょうか。ん？仕事以外で？それはどうしてですか？趣味はしたいこと、すると嬉しくなることですよね。趣味が仕事のどこが問題ですか？どうして人々は自分の存在は他人より価値があると証明したがるのでしょう。存在していること自体素晴らしいことなのに。そうですよね。古書で「キリンが戦えば日の光なし」という文章を見ました。そんな大げさなことはありません。でも戦う必要がありましたら、私は全力を出してあなたのために戦います。まだ終わっていない仕事がございましたら、私にお任せください。はい、ここはとても美しい場所だと思います。こんな広い場所に物を配置するのは容易なことではありません。お疲れ様でした。暇があるときに屋外で静かに散歩するのがお気に入りです。それにここは昼休みに昼寝をしたとしてもとても安全な場所です。はい、ですのでますますここを好きになりました。とにかくそのありがとうございます。ただし仕事以外のことについてはあまり実用的な意見を出せないかもしれません。わかりました。そういえば私は以前人間社会に溶け込むことについて悩んでいました。さらに仕事が忙しくないときは仕事仲間とのお付き合いにも積極的に参加していました。しかし菜食主義者である私の好みは皆様と違いますし、買い物や遊びにもあまり興味がありません。そのことを指摘されたこともあります。私の考え方が一般人と違うと。私の習慣はこの千年の間ずっと変わっていません。ですのでどうすればいいのかわからないのです。本当にいいのですか？では追加の報酬を払うべきですね。ご飯をご馳走するなどいかがでしょう。はい、勉強になりました。